どうもこんにちは、モトです。本日の動画はこちら、シマノのゾディアスで、これ番手が 170MG っていう番手になりますね。はい、新しいロットを購入しました。まあ巻物の秋なんて言いますけど、まあ僕は今年の5月から、バスフィッシングを本格的に始めて、まあ、巻物といえばスピナーベイトは好きで本当にしょっちゅう投げてたんですけど、まあずっとあのクランクベイトっていうルアーに、興味があったわけですよ。まあただですね、僕が持ってるベイトタックルがあの MH の番手のロットを1本だけだったんですよ。でまあスピナーベイトはそれで十分だったんですけど、ちょっとクランク巻くのにはなというふうに思ってて、まあ例えばピーナッツとか、あとはブリッツとかワイルドハンチとか、あの辺のだいたい 9g ぐらいの、クランクをちょっと投げてみたいなと思ってたんですけど、まあそれを投げれるようなロットを持ってなかったんですよ。まあ投げようと思えば無理やり投げれるんですけど、ちょっとロットを1本追加しようかなと思って、もう本当にクランクのためだけに、グラスコンポジットの 170MG っていう番手を購入しました。まあ最初はね、あの M クラスの6フィート10インチとか6フィート6インチぐらいのバーサタイルモデルのロットを買おうかなと思ってたんですけど、まあ今持ってるその MH のロットの方で結構何でもできちゃってるんで、でそれならちょっとこのクランクに特化させた方がいいかなということで、ちょっと興味のあったグラスコンポジットのロットを買ってみたんですけど、まあね、実際に投げてみないと何もわかんないと思うんで、早速まあもう釣り場に来てるんでね、これから投げていきたいと思います。さあさあ早速やってきたんですけども、クランク何にしますかね、何にしますかねっていうか、もうここに入ってるクランク全部もらいもんなんですよ。まあほとんどもうバス釣りやってる友達、僕地元の埼玉のバス釣りやってる友達のこう使わないハードプラグをもう死ぬほどもらいまして、その中に入ってたクランクですね全部。まあとりあえずまあ名前聞いたことあるやつ、ブリッツ MR から投げていきたいと思います。よっしゃ、じゃあやっていこうかな。まあ、今とりあえず握ってみた感想なんですけど、まず長いっすね。はい、7フィートあるんで、まあ、7フィートもそうなんか買うと思ってなかったな。であとやっぱこのモノコックグリップっていうんですかね、カーボンモノコックグリップ、この辺かっこいいっすねこれは。まあ僕個人的にはすごい赤色はすごい好きなんですけど、別にロットは赤くなくてもいいかなと思ったりもします。それであとね、結構びっくりしてるのが、本当にグラスコンポジットなのっていうのにちょっと驚いてますね。まあ実は僕の初めて買ったベイトロットっていうのがナマズレンジャーっていうロットなんですけど、まあフルグラスロットで、あれ重さがとんでもない重かったんですよ。200何十グラムみたいな、もうとんでもない重さで、なんか僕それでずっと生釣りやってたんで、正直グラスの重さとかもう全然気にしてなかったんですよ。なんかグラスロットのなんか悪いところ、感度が悪いとか重いとかで飛ばないとかって言ってたんですけど、正直僕の中であんまり、なんだろうな、そこはあんまり問題じゃなくて、重いって言っても生ズレンジャーより重くないでしょって思ってたんですよ。生ズレンジャーよりあんた重いのって思ってたんで、だから正直グラスコンポジットの重さとかは全然気にしてなかったんですけど、軽いっすね、むしろ軽い、本当にグラス入ってんのっていう軽さで、なんか俺もっとなんだろう、ベニャベニャしてると思ってたんですよ。正直その感じを求めてたっていう部分もありまして、だからちょっとそこは残念かもしれない。もっとグラス感が欲しかったな。多分前方のゾディアスの 170MG の方がちょっとグラス感あったんじゃないのかな。ちょっとなんか僕的にはそっちの方が良かったかもしんないですね。でもあと今ブリッツ投げてますけど、だいたい 9g ぐらいのルアーですね。投げやすくはないけど全然投げれるって感じかな。もうちょっと重い方がいいんだろうな。まあまあでも全然問題なく扱えるっていう感じかな。だから僕のイメージだとロットのベニャベニャ感で、こういう軽いルアーでもこうなんかしっかり乗せてキャストできるみたいな、まあもしかしたら
他のロットと比べたらできてんのかもしれないけど、うん、なんかもうちょっとグラス感が欲しかったなっていうのが正直なところですね。まあでも多分世間的には違うんだろうな。なんだろう、グラスコンポジットでもこう軽くて感度がいいっていうのが多分この20ゾディアスの 170MG っていうことなんだろうな。ゾディアスにナマズレンジャーを求めちゃいけないってことですよ、きっと。ちょっとルアーチェンジですね。でまあ一応持ってるこのクランクの中で何個かこう調べてきて気になるやつを、そいつらを投げていきたいと思います。ショートテールロングキャストミッドっていうルアー、ちょっとこれを投げていきたいと思います。まあこれが確か 11.5g とかなんかそんくらいだったかな。うん、だからまあさっき あのブリッジよりちょっと重いルアーになります。あ、いいっすね。なんかもうすでにこう竿にさっきよりグッと重みが乗った感じがして、絶対こっちの方が投げやすい。あー、これだわ完全に。あー、まあでもあれか、なんかこうウィードを切るとかそういうのに関してはこんくらいシャキッとしてた方がいいのかな。なるほどなるほど。それじゃあ続いては、こちらのラッキークラフトの CB350 っていう、まあ、クランクなんですけど、あのこいつが 14.6g らしいです。はい、僕今投げてるところ全然ディープじゃないんですけど、明らかにディープクランク、うん、まあどのウェイトがね投げやすいかをやってるんで、まあ別にいいでしょうということで、とりあえずこれ投げていきます。うわー投げやすい、これだわ。まあディープクランクなって一応竿を立てながら巻いてます。すごいなんか横移動してるな。あー気持ちいい、こんぐらいから気持ちよく投げれるって感じか。だからまあ実際ブリッツとかピーナッツとかあの辺を気持ちよく投げれるロットってなると、まあ ML のロットとか、まあベイトフィネスロットとかって感じになってくるのかな。はい、ってことでまたルアーチェンジして、これがコンバットクランクのフラットサイドですね。扁平ボディのやつです。透けてる赤色、クリアの赤色っぽい、まあクランクなんですけど、まあちょっと釣れてないんでね、なんかこの色釣れそうみたいな感じでこれを選んだって感じですね。よいしょ。自分でもね早くいろんなルアー買って早くこのゾディアスに入魂してやんねえとな。とりあえずシャロークランクが全然ないからシャロークランクを揃えよう。はい、ってことでまあ1時間ぐらいゾディアスの 170MG 投げてみたんですけど、もうちょっとグラスっぽいロットかなというふうに思ってたんですけど、なんだろう、あんまりグラス感を感じなかったですね。まあ僕が初めて買ったベイトロットがグラスロットだったんで、なんかその感覚がちょっとあるカーボンのロットなのかなと思ったんですけど、あんまり本当そのグラス感を感じないロットでしたね。正直20ゾディアスの 170MG のこうレビューをめちゃめちゃ調べたんですけど、まあ、調べた感じでもまあなんだろうな、シャキッとしてますとか感度いいですみたいな、グラスコンポジットとは思えないようなレビューが結構あったんで、もしかしたらちょっとそうなのかなとは思ってはいたんですけど、まあ、正直今の20ゾディアスと1個前の170MG のゾディアスとちょっと悩んでたんですけど、まあ新しい方を選んで、まあやっぱそっちはなんだろうな、ちょっとカーボン感の強いロットっていう感じでしたね。まあすごい感度が良くて、まあ軽くて、まあいいロットっていう感じになってるんじゃないですかね。まあこれはまあ想定内というか、ちょっと覚悟してた部分で、まあ一応名目上グラスコンポジットだからクランクにはいいだろうと思ったんだけど、まあでもちょっとグラス感は少なそうだなというふうにはもともと思ってたんで、まあまあ全然想定内ではあります。でもまあ今日ちょっと使ってみて分かったのが、すごいウィードが多いエリアだったんで、やっぱりそのカーボン感が強くてシャキッとしてる分、こうウィードを切る力みたいなのはすごいあったんで、まあちょっとウィードエリアとかで使うんだったら、これ結構いいんじゃないかなというふうに思いましたね。まああと7フィートの竿っていうのもそもそも初めて使ったんですけど、まあ今、釣りしてた場所はね結構広いフィールドなんで全然問題ないんですけど、今後ちょっと狭いフィールド行った時にどういう使い勝手になるのかなっていうのはちょっとこれから楽しみですね。あとはそのルアーに関してはブリッツ MR を最初投げてたんですけど、大体 9g ぐらいだったと思うんですけど、やっぱ軽いルアーはその全然なんだろう、投げづらくはないけど投げやすくも
ないっていうか、やっぱ重さが乗って飛ばせる感じでは当然なかったですね。もうちょっとなんかグラスのイメージだと、ちょっと竿がしなってというか、ルアーの重さをグッと乗せて飛ばせるイメージだったんで、なんか正直それを求めてたところがあったんで、そこはちょっと残念だったかなっていう感じですね。まあでも全然9グラムでも全然飛ばせるし、投げれるんで、全然問題ないと思います。まあね、今更何20ゾディアスのレビューなんかしてんだっていう感じですけど、本当はね、俺だってね、21ブレイソンとか買いたかったですけど、もうグラスのモデルがないみたいなんでとにかくグラスコンポジットが欲しかったんですよ。はい。なんでまあ20ゾディアスの 170MG を買って、今回ちょっとレビューしてみたっていう感じですね。まあちょっとあと僕が持ってるクランクのバリエーションが少なすぎるんで、まあちょっとそれ買わなきゃな。とりあえずシャロークランクが全くないんで、はい、シャロークランクとりあえず集めたいと思います。でまあグラスコンポジット買ってるんで、ちょっとわかる通り、まあこっからね、ちょっと特にこの秋クランクの修行じゃないけど、はい、練習をすごいしていきたいなというふうに思ってます。はい、ということで今回の動画はこの辺になります。はい、よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。